セルチュクイナンはトルコイスケンデルーン出身の元サッカー選手。ポジションは MF。2002年に TFF1 リグのダルダネルスポルでプロデビュー。2005年にスユーペルリグのマニサスポルへ移籍し、ステップアップ。2008年トラブゾンスポルへ移籍。2008年11月1日のイスタンブール BBSK 戦で挙げた得点はクラブの2000番目の得点となった。 トラブゾンスポルでは、ストライカーのウムトブルトへボールを供給する役割を担い、2009から10シーズンには、トュルキエクパスで優勝を果たした。2011年5月25日、ガラタサライへ自由移籍で加入。2012から13シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、クラブのベスト8進出に貢献。外国人主体のガラタサライの中で数少ない。 トルコ人選手として活躍し、2013年にロベルト・マンチーニが監督に就任すると、サブリサロールに代わりキャプテンに就任した。2020年7月20日、引退を発表。世代別代表に招集され、2007年にトルコ代表デビュー。ユーロ2008予選にもたびたび招集されていたが、予選でのレッドカードにより、本戦の2試合で、 出場停止処分を受けることが事前に分かっていたため、ユーロ2008本大会のメンバーには選出されなかった。ユーロ2016予選では中心選手としてプレー。予選最終節のアイスランド戦では、後半44分に直接フリーキックを決め、1から0での勝利に貢献し、トルコの2大会ぶりとなるユーロ出場権獲得の立役者となった。 ありがとうございます。